じゃあお願いします。あとで編集しますから、はい、もうカメラ回ってますから、はい、好きなところでスタートしてください。スタート、はい、スタート。あ、もし今夜まで進めるならば、この夏は笑っていたいの、きっと今はまだあなたを思うと弱くなる私が、嫌いなだけ涙隠して答えた、強気なあなたを守りたいわ、そう願うだけよ。だけど声が震えてしまうのは、伝えたい言葉とどめているから、心しまうのは、この優しさが本物だから、もう一度触れてと涙するのは、あなたの体温を私知っているから、ねえ嬉しいとあなたが微笑むから、もし今夜まで進めるのならば、この夏は笑っていたいの。これはどこで覚えたと？だって湧いてきたの。わおわおわお。降りてきたの。いや、この C が素晴らしいですけど、いつ頃この降りてきたの？4年前に私、福井という田舎のところで、うん、病気をしてたんだけど、お家で引きこもって病気してた。でも、うん、ある時に、うん、あるビジョンがアジア初ボーカルグループのメンバーと歌ってる映像が浮かんできて、うん、その時にこの触れないっていう曲が歌詞とリリックと、うん、ミュージックがブワーって湧いてきて、うん、それ全部ここのノートに書いてったの。これ5年前の病気の時に書いたの。でそれがこれが、うん、
オーケストラバージョンにマイヒーローミッシェルがアレンジメントしてくれて、うん、今度ブルーノートでそれを。わーおわーわー、いやいや、もうミュージックも素晴らしい、詩も素晴らしいですね、本当ありがとうございました。Thank you very much。 皆さん楽しんでいただいたでしょうか。もう一曲英語版も歌ってもらえますか。Yes, yes, new word。 じゃあ一曲ね、英語版も歌えてもらいましょう。はい。